日本鹿児島県日置市東一市町、湯田東一市町湯田は、鹿児島県日置市の大技。旧薩摩国日置郡一期号湯田村、日置郡東一木村大技、湯田、日置郡東一市町大技湯田。郵便番号は899-2201。人口は4706人、世帯数は1919 19世帯。日置市の西部、大里と川下流域に位置している。 阿佐イの北方には、市菊式の石川上、南方には、東市菊町位佐作田、南方から東方にかけては、東市菊町長里、東方には、東市菊町要望、西方には、市菊式の王里がそれぞれ接しており、西方の一部には東、品海に面している。阿佐イの中央部を東西に、国道3号が通っており、それに沿って、鹿児島本線が通っている。 麻井駅内には湯の元駅が所在している。湯の元交差点より、鹿児島県道309号、山田湯の元停車乗船が、東方に向かって分岐しており、湯田小入口交差点からは南方に向けて、鹿児島県道306号、戸崎湯の元停車乗船が通り、地域の南方を通る、国道270号に接続する。 途中で南九州西回り自動車道と高架で交差している。駅前を中心に湯の元温泉の温泉街が形成されている。湯田という地名は江戸期より見え、薩摩国日置郡一木里のうちであり、村高は天保郷町では1261国余り、急行休業取調べ町では1425国余りであった。地内にある稲荷大民神社は、 一喜号の僧業であり、上級三年に、島津忠久の母である単語局の創建である。1889年に、町村制が施行されたのに伴い、東一喜村が成立。江戸期の湯田村は、東一喜村の大技、湯田となった。1937年には、東一喜村が、調整施行し、東一喜町の大技となった。二千五年五月一日に、 東一機町が、日置郡移住院長、吹上町、日吉町と合併し、日置市が成立した。この合併に先立って設置された、法定合併協議会である、日置中央合併協議会において、大和名については、字の区域は、現行通りとし、現行の字の名称の前に、当該字の属する合併前の町の名称を付し、字の名称を変更する、と協定された。 合併日の2005年5月1日に、鹿児島県の告示である、字の名称の変更が、鹿児島県広報に掲載された。この告示の規定に基づき即日大座の名称変更が行われ、大座名が、湯田から、東市基地を湯田に改称された。また、2007年には、地域内にあった港小学校が、湯田小学校に統合され、廃校となった。以下のは、 国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。日置市立湯田小学校東一期郵便局市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。